縄旅13、沖縄5日目最終日、那覇空港から成田空港にピーチの飛行機で帰ります。はい、朝起きましたね。で、朝食に昨日セブンファミリーマートで買った朝食を食べます。外はこんな感じですね。これからチェックアウトするので、部屋を見てみます。窓から見えますね。ちょっと雨降ってるんでタクシーで空港まで行くか、まあで UAL で行くかちょっと迷ってるんですけど、ホテルこんな部屋でしたね。ここにお茶とかもあってね、ここ冷蔵庫ね。で、ここがユニットバスシャワールーム。ちょっと雨が止みかけてるので、今のうちに駅にユイデールの方に行っちゃいたいと思います。まだ朝の9時の40分、チェックアウトします。よしに荷物はゆっくりしょって、これで、はい、チェックアウトします。チェックアウトします。これからチェックアウトします。チェックアウト終わりました。これからユイレールの駅に向かっていく。ああ、雨止んでよかった。ユイレール赤かった中でしたね。はい、歩いて駅まで向かいたいと思います。雨が止んでよかった。結構いいホテルでしたね。そうだそうだ。はい、アクアチッタだったね。はい、駅向かいます。雨止んでよかった。はい、三重橋着きましたね。ここからユイレールに乗って空港まで行きたいと思います。三重橋から保持緊急乘机数量。はい、電車乗っていきたいと思います。はい、ユイレール来ましたね。三重橋です。着きましたね。はい、那覇空港に着きました。国内線の
しいです。先達はね、成田、13時10分ですね。これですね。ここでチェックインできます。空港内、お土産屋さんが広がってますね。こういうの可愛いですね。こういうの。これも可愛い。これ可愛い。これとこれが入るぐらいな。ジミーズ。ジミーズの売店もありますね。これ買おうか悩んでますね。どっちにしようかな。買います。ここでで、これからチェックインします。はい、これからチェックインしますね。はい、ここに番号を入れてチェックインができます。はい、ここで荷物預けます。ここでチェックアウトしました。ここで買います。店でお土産買いました。ご自身の搭乗券を広げた状態でお待ちください。どうぞ。お待ちください。はい、できますね。
たね。荷物ピックアップしました。はい、行ってます。はい、これで沖縄旅終わりですね。荷物ピックアップしました。電車に乗っていきたいと思います。